はい、よろしくお願いします。新谷でございます。相手のボールが速い時のボレーってね、緊張すると思うんですよ。今日は大西プロにお手伝いいただいて、速いボールに対するボレー、負けずにしっかりと入っていって滑らすみたいなボレーをご紹介したいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大西プロでございます。今日はボレー行きたいと思います。で、僕の方から前半は自分よりも上手い人とやった時、球の威力が強い人とやった時にどういうところを意識してボレーすると、なんとかなりますかみたいなところをやっていただいて、後半は大西プロの方から、ちょっと戦術的なニュアンスも含めてボレー教えてもらいたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずグリップですけど、僕の場合スペインに留学してクレーコートを経験したっていうこともありますし、相手のボールが強い重い時はコンチネンタルグリップよりも気持ちフォア側に厚く握ります。そうすることによって手のひらで支えてる感じがあって、相手のボールが強くてもしっかりと支えることができます。でもそれが癖になってしまって、もう今は誰とやってもかなり厚めのグリップ、コンチよりはフォアハンドイースタン寄りのグリップでボレーをしてます。なのでバックはちょっと打点が後ろになる感じなんですけど、それも慣れてしまうとそんなに難しくないですので、ちょっと厚めに握るといいと思います。はい、大西プロにガンガン打ってもらってラリーをしています。少し厚めに握ることで手のひら感覚が出ます。コンチネンタルよりも手のひら感覚がより出ますから、相手のボールに対してしっかりとホールドする感覚が出てきます。相手のボールの勢いがあるときはやっぱり手のひらでちょっと受けて流す感覚がある方が安心しますから、格上手にやるときは少し厚めに握ってみるのもいいかもしれません。はい、こういう感じでフォアに厚いグリップですから、バックは気持ち引き込む感じにどうしてもなってしまいます。このあたりフォアは少し打点が前になる、バックは少し後ろ引き込んで打つっていうところさえクリアできれば、少し厚めのフォアハンドイースタンぐらいでボレーができるようになります。で、続いてフットワークの部分ですけど、相手のボールが速いのでどうしてもこういう引き足を使いがちになるんですけども、そうするとボールが抑えきれなくて相手にどんどん優位になりますから、スプリットステップの後軸足の方からできるだけ前に足を入れて、踏み込み足はほっといても前に出る場合もあるし、こう横に出ても十分軸足が前に出てると体重移動っていうのはできますから、まずスプリットの後の軸足をしっかり前に入れて、その後踏み込める方向にこういう感じで足を出していくという感じでやってます。はい、特にこういう正面同士でラリー練習をするときは意識的にスプリットステップの後1歩目2歩目という形で2ステップ入れた方がいいと思います。その1歩目軸足を出すときにしっかりと前に出す、少しでも前に出すことによって体重移動がしっかりできてボールに負けない形が作れますから、前に出していきましょう。プラスして相手のボールが近ければ近いところに出す、遠ければ遠いところに出すという感じで、ボールの後ろに軸足をセットしていく、これもものすごくいい練習になるので、ボールが来たらボールの後ろに軸足を出して体を持っていく、そういう動きをつけていきましょう。はい、こういう感じで近くに来ても軸足を近くにしっかりと持っていきます。そうすることで回り込みながら打つことができます。はい、今度逆に遠くに来れば遠くに軸足を持っていって、まずラケット面がしっかりとボールの後ろにセットできるようにしてから体を入れていきます。はい、でほぼその場に来て一歩も別に動かさなくても打てるような時でも、あえて必ず軸足をもう一度セットし直してから打ちに行けるといいと思います。ですから必ずこういう正面通してラリーするときでも2ステップ前に入っていって少し後ろに下がる、前に入っていって後ろに下がるっていう動きで練習をするとすごくいい練習になります。はい、これ先ほどの近いボール、遠いボール、正面のボールを横から見たところです。
近いボールを回り込む時でもこのようにして軸足が前に入れば体重移動しながらしっかりとボールを送り込むことができます。遠いボールも少しでいいので軸足を斜め前に出していきましょう。全く動かずに打てる正面気味に来たボールでもこういう感じで軸足を前に入れることでボールとの距離を正確に保ってまた2歩目がねスムーズに出て体重移動することができます。はい、でこれ最後ラケットワークですけど、もちろん相手のボールが速いんでできるだけ早くボールが来る場所が分かったら後ろに面をセットして真ん中に当てたいんですけど、当てるところだけに集中しすぎて面が止まってしまうと威力のないボール、またバウンドした後滑らないボールになるので、できるだけ当たるか当たらないかのところでラケット面を下に抜いていく感じを使います。でその時の動きとしてはラケット面をこう倒す手首の動き、それから少し外側から入れていく動き、それからラケット面を少しずつ上に向けていく動き、この動きをうまく混ぜてあげて気持ち外側を捉えながら下に叩くというような感じでやります。はい、ただブロックするだけではなくてボールにスライス回転をかけていく、相手に少しでも不利なところで不利な体勢で打たせるように回転をかけていきます。前に送り込みながら自然にこうナチュラルにスライス回転がかかっていくのが理想だと思います。横から見ると送り込んでいるのが分かると思います。弾くだけではなくてまた擦るだけでもなくて前に送り込みます。ポイントはラケットヘッドは下がっていくんですけど、グリップの部分、グリップを握っている手の部分は拳の部分は下げずに前に送り込むようにしていけると安定してボレーをすることができます。このような感じでラケットヘッドは最初立っててこの手首の位置よりも下に下がっていく、スライスをかけていくので下がっていくんですけど、手首の位置は変えない、拳の位置は変えないというのがポイントだと思います。これは少し高めですけど、手の位置は変わらず前に送り込んでいるのが分かると思います。ですが、ラケットヘッドは途中で一度手首のラインよりも下に下がって、また膨らんで戻ってくるという形になっています。そうすることで、ボールの力に負けないように、相手のボールの力に負けないように、しっかりキャッチした後、前に送り込みながらアンダースピンもかけていく、そういうラケットワークを作ることができます。擦るだけだと相手のボールを受け止められないので、速いボールの人と対戦すると弾かれてしまうんですけど、まずはしっかりとキャッチをして、その後にスライスをかけるようにラケットを抜きながら、下に抜きながら前にも送り込んでいくという感じが理想です。
はい、ではバックボレー横から見てみましょう。フォアとは少し違うんですけど、こういう感じでグリップエンドとラケットヘッドだったらグリップエンドの方から先行して出ていきます。でインパクトではほぼ同じぐらいの位置関係になるんですけど、ここからボールの威力にラケット面が少し負けるようなイメージを持って、ラケットヘッドが後ろに下がるわけじゃないんですけど、位置関係としてはまたラケットヘッドが後ろに倒れるような感じになります。同時に赤い部分も前に引っ張り出してはいるので、完全にラケット面に負けてるっていう感じではないんですけど、気持ちボールの勢いにラケット面が押されて面がもう一度上を向く、その時にグリップを前に引っ張ることによってアンダースピンをしっかりとかけていきます。フォアのようにリストを使ってかけるっていうよりは、相手のボールにうまく負けてあげてっていうところをバックは使ってあげるといいと思います。フォアと違ってバックは手の甲の部分で打ちますから、手のひらのような力の入れ方ができません。ですからうまくこういう感じでラケットヘッドを遅らすことによってアンダースピンをかけれるといいと思います。はい、ではお父さんお母さんのメッセージです。ボレーっていうと特にちっちゃい子は握力もないので結構難しいです。ラケットを振り回すような形になりやすいんですけど、ある程度力がつくまでは理想な形になるのは難しいので、ある程度スイングをしながら、よっぽど悪い靴だけは注意しながら覚えるといいと思います。あと今日横から見た時の僕のフォアボレーですけど、ちょっとねテニスコーチの癖が出てしまって、ラケットが遠回りしすぎてます。インパクトの前ラケットをセットする時に少しこうかぶせるようにラケット面が出すぎているので、あのあたりは速いボールに対してはしっかりと素早くラケット面をセットできるといいと思います。ただリストワークであるとかスイングのイメージを作る時には、伏せたラケット面からこう起こしてっていう練習をする時はしますから、いい面と悪い面とうまく理解して、はい、やっていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日の動画でもご紹介しましたけど、今度イベントを、そうです、テニスイノベーション、どんな感じの内容ですか？チーム東日本とチーム西日本に分かれて、うん、3対3でチーム戦を行います。お、シングルス、シングルス、ダブルスを、ダブルスも合わせて、はい、合計4試合やるんですけれども、うん、その4試合の合計ゲーム数を勝敗として決めて、うん、戦います。まあ、男子のトッププロの、そうです、まあ、ガチバトルみたいな、はい、もう本当にガチバトルなんですけれども、お客様にはどちらかに応援していただくんですけれども、勝ったチームの合計ゲーム数によって抽選会の数だとかも変わりますので、うん、僕たちはお客さんと選手が一体となって盛り上がれるようにイベントを組んでいきますので、うんうん、なるほど、そういったところも楽しみにしていただけたらなと思います。まさにその大会のスローガンであるテニス観戦に革命を起こすみたいなところですよね、はい、もうそれを僕たち選手そして主催者が体現していきたいと思います。説明欄の方にリンク貼ってます。大会自体は10月14日祝日ですので、皆さん行けますのでぜひよろしくお願いします。